金のなる、岡少年の家の時計代償のなる、岡少年の家は、群馬県前橋市、堀越町にある児童養護施設。法人名、社会福祉法人賞のなる岡学ばこと会。1947年、菊田和夫作のラジオドラマ、金のなる岡に感銘を受けた、初代園長の品川博氏が創立した。1972年から特別養護老人ホームも、併設する。 施設の建物には、金のなる丘の物語に合わせた赤いとんがり屋根の時計台がある。孤児収容施設の職員だった品川博士は、子供たちにより良い環境を与えるため、当時話題の NHK ラジオドラマ、金のなる丘のような施設の設立を目指して1947年に独立した。品川は5人の孤児と競技の群馬県で生活を始めるが、ほどなく、 運営に急し、金のなる、他の主人公の加賀美周平に相談すべく NHK を訪ねる。品川若神が架空の人物と知って愕然とするが、そこに、たまたま作者の菊田和夫が居合わせたことにより、菊田の助力を受けられることになった。品川の活動が菊田らによって紹介されることにより、ようやく資金も集まり、1948年9月、 晴れて養護施設として認可され、群馬県前橋市に少年の家がスタートした。はじめは8条2軒だったという。1986年から5年間、現在の赤ちゃんポストの先駆となる施設、天使の宿を運営し実績を上げた。この施設は6条ほどのプレハブ建設で、借金区などで無理心中を図るなどのケースから、子供だけでも救うことを目的としたという。 室内には中央にベッドが設けられ、子供を残す際にプレハブの明かりをつけて職員に知らせる仕組みだった。中には子供が早く発見され安全に保護されるようにと直後に電話で知らせてきた者も,もいたという。二重から三十人ほどの乳幼児や幼児が預けられ、その多くが後日親が現れ引き取られたが、一部は児童相談所経由で、 入児院員など公的施設に預けられたり、同財団の役員を貢献人として施設内で養育された。しかし、平成時代に入りバブル景気によって生活区が改善されるようになると、次第に同施設に預けられるケースは減っていったという。ところが、1992年2月に施設内で夜間に新生児が投資する事故が発生したことから、群馬県の指導もあって、 天使の宿は閉鎖となった。同施設が一年以上の間にわたって利用されなくなったため、関係者が見回り、回数を減らしていたための事故だという。ありがとうございます。